Hello, hello. 最強第2章青鬼やっていきたいと思います。皆さん第1章の動画を見ましたか？見てなかったらね、そちら見てからこちらの動画見てくださいね。再びこのまた同じ場所なの？あ、今度はここから懐中電灯がある。 OK。 いや、これも見たよ僕、これもう見たよ。同じ場所にいんの僕。まあ、いや、行きます。あっち側に確か第1章だとしたら、あれが、おっ、星星56。え、これコードじゃない？もう一個コードを探す場所があるんじゃない？じゃあコードの最初の2桁をどっかに書いてあるのかな。え、開いてる？あっ7056。56だったよね。56です。56です。はい、56です。でもさ、同じ場所なの？同じ場所っぽいよね。青鬼が出てくるのかな？ここ？あ、イエス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 。7056。ありがとう。え？ 7056。あ、よかった！ミスしただけだった。よかった！ My friends！ 私はですね、カーギーをゲットしました。カーギー。カーギー、カーギー、カーギー。このカーギーを使って、どっかの、ロッカーを開けないといけないと思うんですけど、そのロッカーの中には何が入ってると思いますか皆様。私にはわく、今、青鬼いたよね。僕の目は、ケツの穴じゃないからね。まあ、青鬼のようにプリケツではあるかもしれないけど。オッケー。ほい。イエーイ！お姉ちゃんがここにいる。私たちはいつも一緒。何をするにもいつも一緒。必ず助けてあげる。了解しました。お前は誰だ？私はジュンです。こんにちは。はじめまして。出たー！ 8 番出口系廊下。はい。ごめんなさい、皆さん。僕今ね、朝起きなんですよ。だからね、変なこといっぱい発するかもしれませんが、あと僕、朝はね、滑舌が悪いんですよ。だから、まあ、それだけはご了承くださいね。はい、これ見て、なんか、海賊船みたいなね。青鬼ちゃん。ここ、第一章の時、ロッカーあったぞ。あー終わったー！ No, 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 no！ 待って、こんな近くから追いかけられるの初めて。こんな近くから追いかけられるの初めて。ロッカー間に合う？うわそっちにいんのかい？よ、わかったよ。オッケー、追いかけてくんだね。追いかけてくんだね。じゃあ僕はこの左の部屋に行ってみせる。あ、そうだ。皆さん、このゲームね、僕、動画見返したんですけど、めっちゃ暗いんですよ、僕。だからね、ちょっと待ってくださいね。明るさ思いっきり上げます。白黒青。あ、白黒が同じなんですね。第一章と。こっち側白黒。え、待って、じゃあ同じってこと？プリケツプリケツ、明るさ最大にします。これどんだけ明るくなるの？あ、なんか、あ、そう、明るくなった気がする。はい、ではこれ覚えとこうか。第一章と同じように奥の3つだけ。ここのタンスがなくなってるぞ。どういうこっちゃ。ここは何もできないね。だったら奥の3つだけだから、こうやって走ればいい。あ、おんちゃん、シャリシャリシャリン、シャリシャリシャリン。かけれます。いや、絶対バレてるやん。あの姿勢絶対、あ、バレてない。思いっきりさ、部屋に入ってきて僕のロッカーだけを見つめてきてるんだけど。ここを閉めます、閉めます、閉めますね。あ、閉めます。で、奥の3つだけ開けとくの、こうやって。おいおい、違うの？時計がなくなってる。もう何もない。 What？ は？すいません、僕ここを爆発するんですか？待って、オッケー。じゃあこれであそこ戻ってみよう。何か手に入れたから戻ってみます。あいつめ、あいつめ。オッケー、じゃあ待とう。
ゆっくりとほゆっくり私はゆっくり進むの青鬼があっちに行くまでほほ見なさい今の技術を青鬼の視線があの柱で隠れている時に私は進みました。最強のここ部屋なかったよ。なにこれ白黒になったぞ。またテレビのリモコン。はい、テレビのリモコンは何も押せません。ただのテレビが3つある謎の部屋みたいですね。来るの？待って、奥行きたい。ここは？え？いや意味がわからん。クリックとかできないよ。待ってね、待ってね、一回ダイナマイトを使うとかできないの？使うとかのボタンないの？ないみたいですね。は？ララ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 。こっちの部屋に爆破するものはありますか？爆破するものはありますか？木っ端みじんにしたいんですよ。名探偵コナンの迷宮入り事件のように。え、待って、じゃあここの二つの部屋ではダイナマイト手に入れただけ。どこに置けばいいの？こっちは金庫しかないんですよ。で、僕にはコードは何も分かっていない。金庫を爆発するとかはなさそうですね。だってこっちは？この壁違和感あると思ったんよ。ほら、なんで柱がいきなり2つあんの？聞こえてるよね、もちろん。私にはロッカーがあるんですよ、青い空豆。は？は？部屋の中入ってこいよ、臆病者。いや、おっ、ハロー。オッケー、これでテレビ消すの？今の音、青鬼さんが聞こえてんのかと思いましたよ、まったく。びっくりさせないでくださいよ、青鬼さん。ですよね、ほんとに。わかりません。わかりません。こっち側は？は？ここの時計をどうにか止めないといけないんですよ。だけど、ここでは、何も変えることはできない。そんなに青鬼ちゃんが来るんですよね？しゃがんでると青鬼は僕のことが見えない説。見えない。オッケー、僕は白黒の部屋がどういう構成だったか覚えてます。いいですか？奥の棚3つだけが開いてました。引き出しは1つも開いてません。いいですか？いきますよ、ここだ。オッケー、オッケー、ここ閉めて、ここを、やっぱり！なになに、待て待て待て。え？どこ行ってんの？どこに、青鬼ちゃん。どこ行ってんの？青鬼ちゃん。どこ行ってんの？え？どこ行ってんの？待って、怖っ！待って待って、そこで待ち伏せしてんの？こんなこと。待ち伏せしてんの？来るなよ！うわあ！来た！待って待って、ここで一回拝んでみようぜ。いや、やっぱ怖い。あー、待って、ボタンミスった。ボタンミスった。そして時計がバグってない。よし、オッケーオッケー。どっかにコードがあるぞ、これ。よし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 。今回時計間違えるなよ。11時11分ですね、これは。1111ですね。ですよね、皆さん、ありがとうございます。最強です。あ、青鬼さん。もう僕クリアしちゃいますよ。いいっすか？この、第1レベルをっていうのかな？ワン、ワン、ワン、ワン。オーイェーベイベー！オーイェーベイベー！唯一違うのはテレビの趣味。私がつければお姉ちゃんは消す。お姉ちゃんがつければ私が消す。それでもご飯は一緒に食べていたんだよ。オッケー。こんにちは。テレビを探しましょう。
私がつければお姉ちゃんは消す、お姉ちゃんがつければ私はどっか行ってくれ。このまあ、いや俺は進むぜ。リモコンは、リモコンは、リモコンはないですよ。あった、リモコンはどこですか。リモコンここついた。あーおさぱたどるくーさぱなかたるくーさぱさかたらか。あー待って待って待って、わかんない。お姉ちゃんがつければ私は消す。なるほどなるほど、お姉ちゃんとこっちがついてればこっちは消すんだよ。オッケー、こっち消えてるからこっちついてる。でもお姉ちゃんの部屋はどっちなの。私の予想によると、皆さんここは妹と姉ちゃんの部屋なんですよ。一個一個が、例えばこっちが姉だとしたらこっちが妹になるんですよ。だからテレビを反対にしないといけないのね。例えばこっちが消えてたらついてるついてる、だからこっちつけないといけないやん。え、違う違う違う、バカ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 。オッケー、テレビは反対にするんだからね。こっちは消えてる、こっちはついてる、こっちはついてる、こっちは消えてる。いいやん。え、どういうこと。こっちは、こっちは消えてる、ここも消えてる。じゃあこれ、あー大丈夫大丈夫よ。待って、じゃあこれ両方できるやん。これつけてこれ消してみよう。おー真ん中走る。真ん中の鍵をゲッツ。キーキーゲッツ、イエーキー。私は今どこにあるのと。ノーさあ追いかけてくんだけど、最後の最後にバレたい。来ないよね。大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー、よかった。じゃあまっすぐ走ろう。まっすぐ走ります。あ、これだ。ほい、ほー。あの日、お父さんが私を地下に閉じ込めた。どれだけ泣き叫んで無駄だった。どのくらい経っただろう。やっと出してもらえたと思ったら、お姉ちゃんはいなくなっていた？誘拐事件だぞ、これは！地下室に妹ちゃんが入れられたんですよ。第一章と同じですね。ここで、ミントスコーラーができたんですけどね。なんだこれ？あ、オッケー。じゃあこれをこうやって押したら、あ、待って、これ押してみよう。はいはい、開けました。待って、まず暗くね。あ、そのままじゃないといけないの。あ、了解です。一旦これ押して、すべてのドアが入れ替わるでしょ。でこれを押して、ここでこれで押したら、ほらこっちが開く。あ、奥天才。こっちに行くためにはまた無限マーク置かないといけないんだけど、こっち側には何があるんだ。開いとるやん。さっき開けたもんな、これは。はい、行きましょう。やった！無限マークと、あ、これは両方使えるらしいですね。両方必要なの？それとも両方使えるの？どっちなんでしょうか？ほう、なるほど。ここは開けといた方が良さそうかもしれん。あ、そこ閉まんねんかい！じゃあ、ちょっと待てよ。じゃあ、ちょっと待てよ。一回、これはもう一回押します。はい。いいよ。そしてこっちを、やっていきます。こうすることによって、奥の、え、閉まってる！あ？放射線のドアが開くと思ったのに。こっちじゃ。え？抜け出せ！あ、無理やん。じゃあ一回もう開けよう。はい。そういうことか。それでここが開いてるんでしょ？ほら、開いてる。こう進んで、じゃあ今のいいんだ、それで。今のはいいんだ。これは、ここじゃないといけない。
で、これでこれ開くはずでしょ。あ、来ました、ありがとうございます。これは必要なのか。無限のボタンが必要です、前に進むためには。星？おいおいおい、なるほどなるほど、もうボタンはないということですか。わかりました。またメントスコーラですか。またメントスコーラですか。待って、考えろ。これが必要。これが、あ、開けれるやん。待って、開けれるやん。うちの天才かも。僕、あ、あ、おお、いやー、でも今の謎解きは僕、ま、もうやばかった。今のは僕自分でもうまかったと思うよ。こんにちは、こんにちは。それ以来みんな変わってしまった。お父さんとお母さんは毎日喧嘩、しばらくしてお母さんがいなくなって、お父さんも仕事で出て行ったきりいなくなった。そんな時突然見知らぬ人がやってきた。青鬼ですね、これは。お父さんの友達らしいので、その人はお姉さんがいる場所を知ってるって。一番バカなのお前やん。見知らぬ人が来てついてくバカがいるか。あ、待って、全くなんて書いたかって覚えてない。進みまーす、進みまーす。うい、うい。こんにちは。いませんね。鍵が必要です。鍵が必要です。わかりました。あー、ワイクアップを！クソびっくりした！クソびっくりした！マジで今人生で一番びっくりした！悲鳴上げるどころじゃなかった。もう画面から逃げて、これじゃん。これ？何あれ、なんか、ラスボスみたいに歩いてくる感じ。瓦礫の上も通れるんですか、あなたは。ちょっと拝見させていただきましょう。瓦礫の上を通れるのか、それとも、瓦礫を透き通るのか。あー、スーパーヒーローですね。うん。僕、第一章で、これもっと使えばよかった。振り返りの術。ね？振り返りの術もっと使えばよかった。青鬼さんの顔が拝めるから、このように。オッケー。 God damn、 今のマジで人生一びっくりしたかもしれない。見た、僕の飛んでいった方法こんなことになったよ。やばかったよ。お、でも壁は壊れてますね。何この部屋。え、何これ。鍵、ありがとうございます。何のためでしょうか。何のためでしょうか、今の鍵は。なんでドア閉めるの。青鬼さんを閉じ込めるため。いや、違う。青鬼さんが、あの部屋に入ってきたら、一旦、いや、でもそしたらずっと追いかけてくるじゃん、青鬼は。わかんない。普通は入れない場所。あの人は私をロッカーの中に隠れさせ、そのまま一緒に、中に、え、なにこれ？輸入っていうの？わかりません。潜入？わかりません。すぐに助けを呼ぼうと思ったけど、ここは外に電話が通じない。それだけじゃない。誰もいない。あの、何か以外。僕？嘘、青鬼ですね。これは僕、電話に出るべきなんですか？電話を探すべきなんですか？これ。あ、いや、そうだ。忘れてた。え、もっとこっちやん。電話こっちだよ。あれだ。あ、追いかけてこないの？よかった。ノー！私は嫌だよ。やめて、やめて、待って、怖い、青鬼が早い。
え、来てなくね来てなくね来てなくねロッカー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 よかった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 すいません、なんか黄色い線が入って青鬼の顔が見えません。僕なんか今偶然完璧な部屋に走り込んだ気がするの僕だけ？だってさ、青鬼に見つかってドゥルルルンってなって、その後に思いっきり走り込んだ部屋がプル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 が鳴ってた部屋なんですよ。え、待って、僕なんか DNA に天才、まあいいや。あ、イエス。11時57分、11時57分、115、ごめんなさい。しゃっくり出た。もう、どこの部屋に通じてる？こっちだ。こっちに金庫がありますか？コーラ？いや、メントス取っといてよかったぞ。いいの？やっていいの？やっていいの？イエーイ！皆様、高評価よろしくお願いします。来てんの？待って、こっち行こう、こっち行こう、こっち行こう。こっちにも部屋がある。さよなら、ごめんなさい、ごめんなさい、メントスコーラ、や、好きだからやっちゃったの。はい！まず、なんであそこにメントスコーラがあるんですか？なんで？1157。ほい。私は天才ですか？ありがとうございます。あれが追いかけてくる。見つからないように光を消した。もしあれに捕まったらきっと私はもう戻れない。ロッカーの中に隠れればいいんですよ。うん。あれは、無理？違う？業務？わかりません。グム？義務？あれは、キモい？わかりません。いくら増やしてもゼロのまま。ねえ、暗いっちゅうねん。これ部屋じゃん。部屋？え、部屋違う。え？これ部屋？部屋だ！部屋だ！待って、待って。ゼロ番の部屋探そう。ゼロの部屋を探そう。じゃなくて1番の部屋かな。ほら、あそこだけ明かりついてるでしょ。え？ゼロかけ1、ゼロ。何、小学生ですか、僕たち。電気消してみるよ。すいません、皆さん、純天才ってコメント欄に書いてくれますか？ありがとうございます。これはですね、0×1 は0というのは、0が光、what？ すいません、僕でも説明できません。暗闇の中に光を保ったとしても、暗闇のままになるんですよ。というのは絶対違うやん。どういうこと？は？ 21？ え？ちょっと何か気づいたかもしれん。暗闇の中を、暗闇を使うんですよ、皆さん。今回は、光が出てる部屋が2つ。なんかいる？なんかいる？いないね。ほら、光が出てる部屋が、1、2。光がついてる部屋の合計の数なのかな？こっちは？こっちも二つ。四。こっちは？五、六。こっちは？七、八？九、十、十一。え？じゃあ二つ消してみよう。みんなさん。二つ消してみよう。これと。ああ嘘だろ！なんで？なんで？なんで？来んじゃねえぞ。来たらお前の空豆の頭ぶっ潰してやる。9ってどういう意味？僕一つ予想していいですか？電気を消すのに青鬼が出てくるの絶対間違ってる理由だと思うんですよ。ねえ。だから 9？ これはもともと1番号室でした。もともと0、1番号室にこうやって書き足してるんですよ。かけイコール0。でしょ？だから、9になるやつは、19か、33。19、でも10、あ、19ない、33だ。え、待って。やめてください。いや、僕の再建橋隠れます、また。これで合ってたら僕天才だからね。マジで。
だって電気消したら煽りが出てくんだもん。絶対間違ってるやん、そしたら。終わったー。僕も負け認めます。負け認めます。はい。33号室。青に出てくんな。赤ちゃん ?16、わかりました。じゃあ44ってことだな。16号室ないから。獅子16。え、僕、天才かもしれないです。18!サブ6、18! ごめんなさい。え、じゃあ6、30、63だ。36ないもん。63。いやーでもすごいな、これ。よく思いついたな。よく。終わった気がする。終わった気がする。人生終わった気がする。大丈夫？青鬼 IQ5 以下じゃん。爆笑。63です。1? じゃあ11じゃん。なにこれ、これ覚えてたらよくない？なんか、なにこれ、あの、注射器4つに、科学の授業ですかこれ。1、じゃあ11じゃん。11行ってきます。11。お前だ？お前だろ？バカじゃねえの？お前、僕じゃねえよ。お前だよ。何のことはわからないけど、ディスり合いましたね、今。鍵もらったかんな？鍵もらったかんな？よくやった。よくやった。息落ち着け。息落ち着け。深呼吸。お姉ちゃんが大切にしていた、おしゃべりクマがあった？大喧嘩した時に私が窓から投げて泣きながら家から飛び出て戻ってきたお姉ちゃんの腕の中には中のクマはボロボロでもう喋れなかった。ごめんね、僕が壊しちゃったみたい。でもここのはまるで新品みたい。10年以上前のものなのに。お姉ちゃんはここにいる。でも何かがおかしい。私を探して。待って、青鬼がどっか行ってくれたら探してやるよ。私を探して。誰？お姉ちゃん？お姉ちゃんだよね。探すよ。なんだこれ。いやー、何今の。おね、なんか女の子はゲームオーバーって言ったんだけど。遊ぼう。え、青鬼それに反応すんのか。やばい。オッケー、そっち来い。そっち来い。これ何？クマさん？待って、こはっはっはっ。いや、雲に反応してたやん今。ゲームオーバー。あの熊のゲームオーバーに反応するの、青鬼は。やばい。え、あの壁、待って、壁壊れてるくね。待って、熊さん、怖いね、死んで、くらえ！意味がわからん！熊さん拾って、ここに投げる！いけ、なんで！来た！よっしゃ！え、これでいいの？で？最悪。私は、いいよ。待って、僕進むからね。進むからね。さよなら、クマちゃん。一応持ってこう。怖っ！こっちの方が怖いわ。ここだ。ほっ！私は、自分のことを犠牲にいたします。さよなら、うっそー。俺の壁は壊れたか？壊れた！壊れるとこ見たかったのに。ひど。待って、クマさん持っていこう。クマさん、我々の一番の仲間だ。ある日、こんなところに、青鬼という怖いものがいたんです。さよなら、待って。ゲームオーバー。そう
ういうことじゃない。なんでやねん。いいタイミングだぞ、青鬼ちゃん。ここここナイス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 。え、待って、壁壊れなかった。 Yes OK。 最初のやつは何だったんじゃ。え、すいません、そこに立ち止まるんですか、青鬼さん。そこに立ち止まるんですか。やめてください、撮影の妨害です。ねえ、まったく。いや、ガチで動かないや。あー、やばい。僕どうやって生き残ってんの。どうやって僕生き残ってんの。はっ、どこだ、クマいた。どうする、走るか。走ります。はっ、たたたらららら。違う違う違う、待って待って、クリックミスった、ボタンミスったの。こっち、まっすぐ走って。オッケー、結構来てないよ、やばい。はい、何がゲームオーバーだよ。俺は生き残るからな。ゲームオーバーって言われたんですけど。あいつが追いかけてくる、どこまでも、しつこくしつこく。どこかに閉じ込めるしかない。あいつの一部になりたくないなら、絶対に機会を見逃しちゃダメ。はい。え、クモちゃんいなくなってる。場所変わった？変わってる。あいつだ！えい！あいつだ！え、なになになに？やば！やば！やば！最強じゃん！トトトロトトロトトトトロ。大丈夫よ大丈夫よ。バーンバーン。大丈夫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 。僕は逃げれる。どこに逃げればいいの、どこに逃げればいいの。大丈夫だよ。何、あー、逃げるよ僕。大丈夫大丈夫大丈夫。待って待って、まだ追っかけてくんの。さっきの場所やん。ねえ、ひどいってひどいって。これ何、これ 3?3? 分かった。 2? はいはいはい。 1?7? 待って、忘れた。3、2、1、7。3、1、7。忘れた、思いっきり忘れた、思いっきり忘れた、思いっきり忘れた。ごめんなさい、僕死ん。はい。まるでシャトルランかのように私は走ります。バコンバコン、バコン、私は走り続ける。オッケー、数字を覚えるぞみんな。ここで確か地面が落ちるんだよな。オッケー、でこっちに行く。ここから数字を覚える。え、違うの、どこ。あ、そう、ここから来んのか。またオッケー、また逃げるってことね。了解でーす。もう怖くねえぞ、もう怖くねえぞ。オッケー、ここから数字だ、覚えろ。3、1、3、1、3、1、7、3、1、7、1、3、1、7、1、3、1、7、1、0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 。うわ、3、1、7、1、0。イエスベビーイエスベビー。お姉ちゃんがここにいる、この中にいる。姿も見えない、会話もできない。でも私にはわかる。もし私がこの中に入れば、入れればお姉ちゃんは助けるか、助けれるかもしれない。お姉ちゃん、お前じゃない。え、どういうこと。お前じゃないって僕のこと。お姉ちゃん助けるのは僕じゃないの。お妹なの。これ2章終わり？ 1 章と同じじゃん、これ。2章終わりですかね、これ。オーマイゴー！ やった！最強。
いやー、2勝も、え？え？なんでなんか電車の駅ですれ違うおっちゃんかのように目も合わせずに歩いていくの？青鬼、第2章見てくれて本当にありがとうございます。成績 D！ あらまあ、最悪ですね。最終章もそろそろアップするんでね、皆さん楽しみにしててください。それでは、3、2、1、アディオス。